富女風俗十二ヶ月図のうち、五月、春章筆、MOA 美術館所蔵、勝川春章とは、江戸時代中期を代表する浮世絵師。役者絵では、役者個人の特徴を捉えた似顔絵風作画の宣伝をつけ、肉筆の美人画でも、細密優美な作風で、高い評価を得た。本政府賞、藤原とする説もあるが確かではない。名はまさき。 字は千尋。俗称は陽介、安永三年に、春雄介と改む。家政ははじめ宮川、または、勝宮川、後に勝川、勝と称した。豪は、春将、朝日明、嫌い、利林、六世、盾覚醒、鳥南寺。江戸の人と言われるが、台東区倉前の西福寺に伝わる。 過去調には春章以前の不祖の名が記されていないので、春章の代でよそから江戸に来た可能性が指摘されている。ただし、春章とは、地球の孔隆氏月が記した、江鹿ガザル以降には、春章の略歴があり、それによれば、春章の父は、医者で、火災にいたという、明和年間から没年までを、作書きとする。絵を、宮川春水に、また高笠谷にも学び、 花房一丁風の総画もよくしている。北尾重正とは、家が向かいで親しく、その指導を受けたという。春章は、立役や仇役の男性美を特色とし、要望を役者によって差別化しない鳥派の役者へとは、異なる、写実的で、ブロマイド的な役者似顔絵を完成させ、大衆に支持された。その始めとなったのは、一筆祭文帳との合作として名は七年に、観光した、 絵本舞台戦である。その後、文帳と比較して、明快な色彩と、素直で誇張のない表現で、人気を博した。特に、当選の連作は、人気役者の似顔絵を奥義に仕立てて身近に、愛用するために、奥義の形に線が入っており、大首への先駆的作品とされる。他に代表作として、解雇やしない草が挙げられる。春章には、 勝川春美、勝川春絵をはじめとして、勝川春長、勝川春林、勝川春道、勝川春常、勝川春仙、勝川春行、勝川春郎など多くの弟子がいた。春将を外する勝川派は、役者似顔絵を得意として流星したが、春将自身は、天明後期には勝川派を代表する座を、弟子の春、吉見と春絵に譲り、肉筆画に専念してゆく。 特に細密な美人画は当時から賞賛されていたようで、安永4年6月序のシャレボーン、後編風俗通に春小一幅大千金と称えられた。この極は従来人のという極から春小の肉筆美人画を称えたものと解釈されているが、安永4年当時春小は未だほとんど肉筆美人画を制作しておらず、これは現在数点確認されている柱各種の 西系美人画のことを指すことは注意する必要がある。肉筆画の代表作としては、美人画の雪月数がある。肉筆画において優れた美人画を数多く残したのは、宮川長春、春水の影響であろうとされる。人形町の地本棟や林や七江門の家に寄遇し、同点の仕切り板をガインに使用したことから、壺屋、壺春章とも言われた。徘徊もたしなみ徊名を取りんじ。 後に信富と称し、当時江戸で出された句集に、いくつかの句を残している。また松平西福寺の過去調によれば、勝川春京は孫に当たるが、春京が実際に祖父である春章から絵を学んだのか、どうかは不明である。墓所は、現在、松平西福寺となっているが、元は、同時内のシーンであるゾン神院にあり、明治になってゾン神院が退転したので、移されたという。 墓石には、時世として、枯れゆくや今ぞいふことよしあしも、の句を刻む。法名は、かつ誉れ春章神事。なお、春章の教年は一般には67歳とされているが、これは、名人期新録で、そのように記されたのが乱章となっている。しかし、春章の作品も含めた江戸時代の資料において、春章の教年について67歳であると記した、ものは、 一切見当たらず、関根姿勢が、いかなる資料や根拠によって67歳としたのかは、不明である。青年の教法11年というのも、この67歳から逆算したものである。同志社大学教授の神谷勝弘は上述の、エシカガザル以降日春章の享年が、年50歳と記されていることから、通説よりも17歳若返ると指摘している。また、エシカガザ以降では没年を、 完成4年12月4日としており、完成4年12月8日とする過去長や破壊士とは、日付に違いがあるが、死亡日が4日で葬儀日が8日だったのかもしれないと推測している。現職浮世絵大百科事典、第2巻55ページ。ABCD 神谷、内藤ピアニッシも79から82。浮上風俗十二か月続雪月火図終日。 友女とつばめず、安村俊信監修江戸東京博物館阿部の、ハルカス美術館読売新聞社編集、代用回ド土具から、妖怪ウォッチまで、読売新聞社、2016年、P72、桜下をイランドをチューズ、辻信お小林ただし浅野集合ほか監修朝日、新聞社事業本部大阪企画事業部ほか編集、ボストン美術館所蔵肉筆浮世絵店、 江戸の誘惑図録朝日新聞社2006年ありがとうございます。